玉苗は、ハエメ玉苗科に分類される昆虫の総称。世界で約4600種以上が記録されている。なお、ハエと名がつくが、分類学的には蚊に近い仲間である。ヘシアンバエ玉苗のほとんどの種は、成虫の体長が1から3ミリメートル程度と、小型である。触角は長く、羽は、毛で覆われる。タマバ苗の多くの種は、外部寄生性であり、 幼虫が8目の昆虫や植物などに寄生して生活していることが知られている。植物を利用する種は虫コブを形成することが多い。またマイヒャハラ族の種などで養成生殖を行うことが知られている。玉苗の一種ハーティジェラアンヤライプスによって作られた虫コブタマ玉苗の中には農作物に被害を及ぼす蜂などの天敵となる種があり、生物的防除に用いられることがある。 特によく知られているのは、食型まばえエイフィデリッツエイフィドメイザであり、蜂やアブラムシの天敵として、しばしば導入されており、その防除効果が認められている。一方、植物の葉などを利用して、虫コブを形成するような種は、農作物や牡蠣に被害をもたらすため、農業害虫として扱われる。特に、ヘシアンバイは、小麦や大麦に、 深刻な被害をもたらす害虫として知られる。また、ランツボミタマバエカンターニアマキアライペニスは、デンドロビウムファレノプシスなどの洋卵に寄生して、被害をもたらしている。また、キノコを利用する種もおり、キノコ栽培上に発生する害虫として扱われる、こともある。タマバエカには、サシドミニー、レストラムイニー、ポーラコンディラニーの3アカが所属し、 さらに複数の族に細分される。種数としては、サシドミーニー赤に、タマバエ科の8割の種が分類され、レストラムイニー赤、ポーラコンディラニー赤に、それぞれ約1割の種が所属する。以下に、主な赤と族を示した。ありがとうございます。